まさに生活そのものだ。この辺りの海では冷たい水を好む魚、特にタラがよく取れる。ケープコッドのコット、これはタラっていう意味なんだよ。
快速です。さて、これから神秘に包まれたミステリアスアイランドへと入っていく。ここにはネモ船長という謎の天才科学者が作った秘密基地があって、地底や海底を探検できるんだ。この辺りは火山活動が激しいからね、周りに注意しながら進んでいくとしよう。ハーバーのドックに到着するが、船が完全に止まるまで座ったままで待っているようにね。降りるときは忘れ物がないかよく確かめて、足元には十分気をつけてくれよ。座ったままでお待ちください。出口はこちら、右手側後方階段です。